そういえば今年はカンカン式か。4年ぶりだな。先輩、カンカン式って何すか？いいか、カンカン式っていうのはな、先輩、後でググっとけ。はい。先輩見えないし。うわー、なんかめちゃくちゃ人乗ってますね。あー、体験公開ね。応募して当選した人が乗れるんだよ。でも競争率すごそうっすね。そうね。でも今年は高校生から30歳までが対象の青少年圏っていう枠があるから、県民世代は当たりやすいぞ。マジっすか。地元の友達に教えるっす。だから外人のホームページをよく見とけよ。あ、それと SNS もフォローしとけば楽だな。全部フォローしてます。やるよ。あざす。でな、こっからが重要だ。応募して当たらなくてもカンカン式は楽しめるんだぞ。体験公開以外に何があるんですか？例えばこれ。これは横浜だな。おぉ、出雲だ。母ちゃん、南極からいます。遠いなぁ。そういえば芸能人も来るらしいぞ。前回はワイルドなのしだったかな。え、ってことは高畑美月ちゃんですかね。この前の雑誌の話すげぇ怖いけど。誰が来るか決まってないから落ち着け。あ、音楽隊だ。へぇ、自分響いてユーファニアも好きなんで、生で吹奏楽聴いてみたっすわ。あー、俺も見てたわ。あと、これは外せねえよな。カイジといえばカレーだろ。いただきます。はい、どうぞ。腹減ってきたっすね。あー、てな感じで他にも面白いイベントがいっぱいあるぞ。子供から大人まで楽しめそうっすね。だろ。で、これは横浜の伝統感触だ。横須賀でもやる。綺麗っすね。お前、彼女連れてけよ。だよな、あの年上やられたっす。え、お前の振られたっす。今度合コン誘ってやっからよ。あらし。というわけで、自衛隊カンカン式、カンカン式2019でつぶやいてください。お願いします。カレーでも食べに行くか。あ、焼肉がいいし。そういうとこ。